リワード広告は、成功報酬型広告の一種で、アクセスした訪問者に、報酬の一部を還元する仕組みを持った広告である。これは、広告提供者が、アフィリエートプログラムを提供する広告企業である、アフィリエートサービスプロバイダに依頼して、広告を出し、サービス提供者は、サービス内に、上記広告を貼り出すことを契機とし、 アクセスした訪問者に対し成功報酬の一部を還元する仕組みを持つ。通常、成功報酬型広告では広告掲載者を特定する識別紙が URL 中に埋め込まれており、リンククリック時に識別紙が ASP に送信され記録されるが、リワード広告では識別紙に誰が訪問したかの情報を同時に埋め込む。クライアントが設定した条件。 例えば、会員登録完了を訪問者が達成した場合、ASP からサービス提供者に訪問者の識別詞をコールバックする。サービス提供者はコールバックを受け取り、訪問者の識別詞を判断。該当の訪問者へ報酬を還元する。リワード広告の目的は、App Store や Google Play におけるダウンロードランキングを不正に上げることである。すなわち、いわゆるお小遣いアプリから、 クライアントの指定したアプリをダウンロードすることで、表面的には自分の興味でアプリケーションをダウンロードした場合と同じくアプリケーションのダウンロード数としてカウントされ、これによってアプリのランキングが向上することになる。推測される各ストアのランキングロジックに合わせてリワード広告の出向タイミングを変えることで効果的にランキングを上げることが可能となっている。 お小遣いアプリを運営する企業は、お小遣いアプリの性質上各ストアのプラットフォーマーから規約違反によってデベロッパーアカウントが剥奪される可能性が高いため、個人の偽名やペーパーカンパニーを通してアプリを公開する場合が多い。リワード広告はウェブ媒体において一見中立的記事でありながら、企業から金銭を受け取っていることで、 当該企業の都合の良い記事を捏造するネイティブ広告と同様消費者を騙すことによって安価で効果的に製品を訴求できるため社会的倫理を犯してでも広告効果を重視してリワード広告を採用する企業は多いアップストアのランキング上位にしばしば見られる出会い系アプリではこのリワード広告が多用されているユーザーはダウンロード報酬として獲得できるポイントを 一定以上を集めることで Amazon iTunes ストア Google Play などで利用できるポイントに換金することができる。ありがとうございます。